船山洋次は、日本のフリーアナウンサー。元日本放送協会、日経ラジオ社アナウンサー。浅井企画所属。血液型 B 型。埼玉県四季市出身、立教高等学校、立教大学経済学部経済学科卒業。ラジオ日経主催レースアナウンサー養成講座第5期生。1996年に NHK へ入局。 山形放送局に配属された。1999年に日本短波放送へ入社。GIQ 競争の実況デビューは2004年1月10日の第126回中山大障害で同年11月21日の第21回マイルチャンピオンシップで平地 GI レース初実況を行った。平地の GI レースより先に 障害の JGI レースを実況するのは異例である。当初は東京本社所属だったが、一時大阪支社に転属。2007年2月に東京本社に復帰したが、退社まで関西主場のレースを担当することがしばしばあった。障害船が好きなため、障害船穴予想のブログを持っている。趣味は相撲で、学生時代は立教大学相撲部に所属。特に、 アマチュア相撲の二段のキャリアを持っている。現在は立教大学相撲部高知県アンバサダー。法の相撲等に多く出場し、日本相撲協会新級試験、金太郎杯相撲大会等で優勝。春日ガ神谷御祭り相撲大会で3度優勝している。自身が主催者となってアマチュア相撲の大会を開いている。リスナーより体操のお兄さんや、 民放よりも NHK っぽい喋り方と言われることも。2017年12月をもって、ラジオ日経を退社。自身のツイートで競馬を中心に、アナウンス活動を継続することを明言しており、2018年からは、BS11 競馬中継で、競馬好きのお兄さんとして、コメンテーターで出演するほか、大相撲本場所開催中は、アベマ TV の大相撲中継の実況を担当。 同年からは、笠松、門別競馬場、加えて2020年からは、森岡、水沢競馬場で不定期に、場内実況を担当している。ありがとうございます。